どうもナオチンです。さあ今日もサンゴ紛争8やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。今日はね、強い強いと言われている紅白使ってみたいと思います。まだ一度も使ったことはありません。なんか8では東卓と東博はかなり強キャラだっていう話なんだよね。レベルは96、惜しいね。もう少しで100なんだけど、まあこれを使っていきましょう。それでは使ってみましょう。どうなんだ、ちょっといまいちまだ使い方は分かってないけども、まあ、なんとなくいけるでしょ。おお、お父様、ちょっと待って、敵多いよここ。ちょっと離れてこっちの方から行くか。おお、お前さん、ちょっと待って、こんな感じ。使いやすいかこれ。ちょっと待って、おお、ならば死ねえ。出はね遅いな。攻撃の出は遅いんだけども。一回やり出せばもう止まらんくなるか。いやでもちょっと待って。ここ相当きついかも。こう結構ね終盤のところなので、あ、攻撃隊長いた。 ここをいきなり初めてのキャラでいけっていうのはなかなか酷なことだね。あとここの攻撃隊長いた。あと奥の方にいるな。 OK、 やっぱ斬撃いいね。ワンパンでいけるんで斬強い。どこだ、あ、いたおいおいおい、やられとるぞ。よし、オーケー。で、どこ選挙？どこだ？ん？どこ取ればいいの？ちょっと待って。あ、ここね。オーケー。おいだ、ああ、取れた。俺何もしてないけど、とりあえず取れた。よし、じゃあちょっと近場からどんどん落としていきましょう。これはあんま使いにくいかな今のところ。うん、旅霊機とかがね結構使いやすかった分ちょっとね手が遅く感じる。いやでも慣れか。あ、打ち上げ結構いいな。打ち上げ結構強い。お前よっしゃドン。うん、打ち上げ機やるといいか。なるほどね、打ち上げを起点として、戦っていけば良さそうね。じゃあ、はい、次攻撃力自体は多分旅霊機よりもね高いのよ。高い力は、あとは慣れだよね。攻撃のパターンをちょっとつかめば全然いけると思う。オッケー。難しいな。若干ね出が遅く感じる。範囲はね広いね。攻撃範囲はすごく広い。はい、次。やばいかも。やばい。てかもう見つけ取ったんかい。夢中になりすぎて忘れとった。よし、 OK。 はい、終わり。よし、行くぞ。武将とかちょっと仕留めに行こう。 OK、 とにかく、うん、いいね。打ち上げでガシガシいったらいい。何お前、ああ、なるほどね。ここで足止め食らってるか。そうね、防衛倒すから。そうなんだよ。
よし、進め進め。ここを取りましょう。打ち上げは手が遅い。何にしてもちょっと出は遅めだ。でも出てしまえさえすれば、どこだ、あそこか。おい、敵を打ちのめしに来てやったぞ。おい、結構効くな。えい、打ち上げる。よし、終わり。どこ落選してるのは。並大抵ではないな。大丈夫、大丈夫ね。ここはもう私のもので、ここを守りつつ攻め込むじゃん。おい、ギエンいる。ここが勝負の分かれ道。おっしゃ、オッケー、強いね。どこだ、ギエン。うん、ルレキのな、オッケー。今、ピン、よし、打ち上げる。いいね。一回攻撃入り出せば強い。よし、OK。そのまま攻め込みましょう。ちょっと HP がやばいかな。ちょっと HP やばめだけども、攻め込んでそのまんま落とせばいいでしょう。うん、ちょっとまだね、初めて使うからよくわかんないけども、あ、馬上攻撃強い、これ強いね。お、どこだ、誰。よし、行くぞ。どいつだ。あ、いたいたいた。必殺技の強いかもしれない。そいつじゃないよ、そいつじゃない。捕まえるやつ、お前間違えてるよ。よし、オッケー、オッケー、よし、オッケー。どうだ、空中は強いか。なんか独特だね、技が。技がね、結構独特。そういうキャラクターなんだろうけども、ああ、ああ、よし、もう少し、終わり。癖が強い、結構癖があるね。でも攻撃力自体は強いんで、これ使っていけばなかなかいいキャラクターになりそうですね。ただ初見ではね、ちょっと癖が強くて難しかった。はい、ということで今日は東博使ってみました。ちょっと、使い慣れないと難しいキャラクターかな。慣れれば相当使いやすいと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。